だってもう鶏胸肉ないもん。ないからさ。じゃラストオーダーしますか。来てる来てる来てる、お客さん来てる。閉めるか。いや閉めた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 。やべえ、入ってきた入ってきた入ってきた。ファミラボやってきまーす。イエーイ。毎週土曜日18時ファミラボ動画のお時間でございます。ファミ通の北口翔二文です。そして編集部です。そして無端です。よろしくお願いします。さあ今回は、ケバブシェフレストランシミュレーターだっけ。マルチプレイでレストランを経営したり料理を提供したりするゲームらしいです、はい、古いレストランの前で父親と会うっていうストーリーがねちゃんとあるらしいんでそれやってみましょう。はーい、おう、いきましょう。つつつつつ、父親父親、誰の父親なのこれ。確かに、ね、俺の父親ってことでいいですか。兄弟なんじゃないこれ。兄弟、3人兄弟、あ兄弟か、うん、全員同じベッドで目覚めたからね。え、あなるほど、マッチだ、マップがある。あえこれ系のゲームで街に出るって、え俺初じゃない。確かに確かに、オープンワールドレストランの中しかないと思ってた。オープンワールドレストランのとこ、あこれだ、あったあったいましたよ。あいたいたいた、びっくりマークが。自分の足で立つ時です。このレストランで私たちの家族の伝統に触れ、この街で最高のシェフになるための第一歩踏み出してください。はい、ほほん、あなたがせっかちなのか分かります。この鍵を持って中に入ってください。おお、行きましょうよ。これ我々が経営する、託してもらえたってことですね。これまだ中も全くできてないけど、一からそっからすごい、ここからなの。開けますよ、いいですか。はい、うわーいた、あいた、入ろう、うん、ここから明かりをつけろ、明かりをつけろ。ケバブ、ケバブどこ、ケバブ。これじゃない、これ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 、電気つけて、電気、あーうわー、分かった。あーなるほど、店の中が荒れちゃってるよと。荒れてますね、ゴミも仕上がってるしね、うん、なるほどね、このあーなるほど、あーはいはいはい、俺もやりたい、俺もやりたい、俺もやりたい、うん、ほらほうほうほう、いいじゃんいいじゃん。今いくら持ってんの俺。あ、5000円持ってんのか。5000円だ、4人も来る1回に。でも2人が来たって言ったら寂しくないですか。志低っ。で、うちの店そんなに来る。4人掛け2つでいい。4人掛け2つでしょ、うう、夢はでっかくだよ。これでもなんかちゃんとくっついてるかな、こうこんな感じ。あー、お気に入ったね。平行。お気に入ったか。いやいや、調和ですよ、調和。置いたか。翔平さんもやってみたら。配信だよ、北口さん今。配信でそれをバットだね。え、翔平さんそれ見せてくれるってことじゃ。え、翔平さんがじゃあ見せてくれる。見せますよ、俺は。言うけどそんなないからだ。そんなないからバリエーション。そんなない。そんなないからだ。今の振りだと、おい。やっぱこれっしょ。同じの来て、しかもここのここの距離。ここの距離。やっぱこれっしょ。カッティングステーションありました。あ、これか。あ、これ台所っていうかまな板か。じゃ包丁置きでじゃないの。なんかまな板もついてるよ。まな板もついてる。でマーケットに荷物を取りに行ってくれと。おいよ、超対策じゃねえかよ。いや、マーケットオーナーが喋ってるから、このスーパーのことスーパーだな、これ。包丁とか売ってんだけど、これ買うってことだよね、これ。すごい、ね、あ。箱を取ってください。箱？箱？ショッピングカートみたいなやつ？あ、これだ、これ。これじゃないの？これ、これ。あ、これか。あ、これか。あ、セットが ね。ケバブの串とか石炭とか入ってるわ。ケバブスターターセットを。そうスターターキット、スターターキットをみんな最初にもらってんの。ケバブ屋さん、そうそうそう、ケバブ屋さんはね、あの町のケバブ屋さんも、町のケバブ屋さんもそうやって始めてんですよ。ショッピングボックスからリブアイチャンク、リブアイチャンク、はい、うん、じゃあここにあるのはリブアイチャンク、はい、スライスしていいですか、うん、スライスってどうやって操作してんのそれ。ああ、勝手にする。ああ、なるほどね。スライス取ります、はい。黒胡椒やってください。ペッパーミル？あれ、どこ？あ、先輩が持ってる気がする。これ。ちょっとやってくださいよ、ヌートバー選手。全然ヌートバーじゃねえ。どんくらい？3グラム。何してんの今？なんか石炭を入れ。じゃあ、なるほど。長押しか。あ、はい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 。着火剤パッケージ。焚き付けだ。懐かしい。あー、そうそう、こういうのなんだよね。これポキポキ折って、あー、スターターね。キャンプでやったね。で、点火、え、マッチでやってんの。ま、
燃えた。ライターでって。ライター浮いてっけど。でリブロで焼くんじゃねえ、これ。リブロスタイルの下側が焼けるのを待ってるから。あ、焼いた。ああいうそのケバブ屋さんマシンじゃないんですね。ね。あでも商品がなんかそれっぽいものじゃなかった。ただの牛焼肉みたいな。ステーキみたいな感じだったもんな。あなんかゲージが裏返さって裏返さって。裏返して裏返して。ああ、うん。すげえ手素手で。手なの？素手で持ってる。裏返せん。こうか。いいだ。うわあ裏返ってる。手で。ああやっぱね。熟練のものとかオープンな店でやらないでその手で丸見えなのでこれを料理をテーブルあじゃあ千秋さんお願いします。うちの看板娘どうすんのサービスカウンターに置く。テーブルに盛り付けって書いてあるよ。あ後ろのあのうんここオーダーってやつになるの。スターターサービスカウンターいいですか。はい使える。ね、北口さん今横にして持ってたよ。大丈夫大丈夫。え焼き 11% 材料 93% 冷えちゃったんじゃない。焼きすぎだそうです。あおじさんなんでおじさんが食ってるの。 お客さんが8人来るんじゃなかったの。おじさんお願いします。じゃあ俺がやっていいんですか。じゃあ、はい、カメラ係としてどうぞ。いきますよ。オープン。うわ来る来る来た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 。命知らずが。命知らず。ケバブ皿。肉。勝手に。どうせ同じものでしょう。そうっすね。なんか北口さんほらお客さんが。食ってるもん手が。あえ？食ってんだけど。何を食ってんだあいつら。ここに置いてるじゃない？勝手に食べてるあいつら。まだ提供してねえぞ。いや。ここに置いてあるやつを食うんじゃないのかもしらんな。あじゃあメニュー1個作っとけばいいってこと。そうだな多分。作りだめってする必要なくない。ここにさ、うん、1回飾ったらさこれ食うんじゃないの。作ったのをここに置いとけば勝手にそれでもうずっと食ってくれるよ。あそう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 。でも客が増えてくるとそのスピードが速くなるんじゃないですか。さばけなくなってみたいな。えだって肉減らないのよここに置いてあるやつ。あそうなんだ。このメニューを ひたすら食べるみたいな感じになるから赤字です。赤字ですよ今日。大赤字だよ。大赤字だ。材料買いすぎたんだな、まあ、そう材料たくさん買ってるから。そう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 。まあでもね必要な投資ですよ。理解したからね。鶏の胸肉は鶏の胸肉と唐辛子チリペッパーじゃがいも。はい出来上がり。できた。えい提供してきて。じゃあこれを北口さん持つときさ俺縦にしてんのよ。ちょっと待ってえほらこいつ持ち方雑なのよ。いや俺の画面でちゃんと持ってんだよ俺持ち方。ちょっと待って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 見せて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 雑なのよ持ち方が。ついてる俺の画面でちゃんと持ってんのよ。あれこれなんか置けない左クリックで。あじゃあここがなるほどこうしてえどうすんだろうねこれ。あ左に置くんだ入れんだよ。そうだドラッグ、ま、入れたドラッグすんだよ入れてよ。なるほど。あすごい熱100 2.8 すごい。そうそうそう回転なこれあれみたいね。これで複数のメニューを入れておけるっぽい。あじゃあそんなことなかったわ1個だけだ。でこれあとはもう僕ら待ってりゃいいんだよね。多分見てるだけでいいんだと思う。冷え冷えの冷え冷えの肉でござい。いらないでしょ。どう考えてもいらねえよそれ。冷やしステーキです8月ぐらいの暑い日に食べるといいかもしれないね。暑い日にはちょうどいいんだなこの冷やしステーキが。もう食ったそばからこれ皿取っていくからこれ悪魔か。早く帰れってなってる。早く帰れ。いらっしゃいませ。はいお金こちらでどうぞ。すごいセルフサービスってすごい完全セルフサービスなかなかないよね。できてるやつ取ってくっていううどん屋さんみたいなシステムをさステーキ屋ですごいな導入してる。すごいね。バイキング形式の内容とだいぶ違うんだけど見た目が。
板金景色これこんな見た目じゃないんだよ確かに絶対 SNS にアップされるよこれ違いますよっつってこれ炎上です炎上案件詐欺かよってなっちゃうめちゃくちゃ感じさながら食ってるこのおばちゃんかわいそういらっしゃいませあ、なくなった あ、北野さん、北野さん、じゃあ、あのステーキにして、ステーキにして、ステーキあ、ステーキにステーキにはいはいはい、ステーキにして、ステーキにすればえーっと、焼き牛肉当時の営業中はメニュー変更できませんだってあ、ダメなんだあ、どんどん来る、どんどん来る メニューはないっつって今ちょっと切れそうですねやばい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 ちょっと弱ってあ、やばい、あいつなんか溜まってるあ、ほんとだ。お兄さん、ちょっとね、PFC バランスが今、カッカしてて悪くなってるんで。あ、いけんじゃない？切ったら。あ、もう一個なんかなかった？なんだっけ？唐辛子。そうだ。唐辛子もか。いける。間に合う、間に合う。うろうろうろして。やべえ。お客様に着席を北口さん促してくださいあーちょっとお客様なんであんな椅子に突撃してんのお客様イライラするのは分かりますよゲージマックスだけどまだ帰んないあーちょっと待って待って当たり当たりジムの彼切れちゃったよえ切れちゃったの切れてないっすよやべやべ早くあーできたあー早くいけよしふぅおーギリギリ星 3.0 です完璧じゃん。ナイス。でもなんか5ぐらいまであんのかな、うん、星。なんかそんな感じでした。3がマックス。ああゴミゴミ。わ、さっきのやつがムカついて捨てていったな。トレーニーのやつが。そんなことある。バーン。やってられるかよ。心は鍛えても、体は鍛えても心は鍛えらんねえんだよだな。あいつ。あと1枚胸肉焼くか焼かないかだな。いやでもこれで終わりじゃない？終わりっぽいけどね。うん。もうここでクローズしたってもいいかもねラストオーダーですラストオーダーだってもう鶏胸肉ないもんないからさじゃあラストオーダーしますか来てる来てる来てるお客さん来てる閉めるかえでもいや閉めた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 やべえ入ってきた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 貫通してラストオーダーいやでもじゃねえあと1回食えんだよほらこいつで終わりで多分これは食えるはずあこれ食えんのか閉めた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 今日なくなったからおしまい貫通してきたんだけどラストオーダーやってますっつってやってねっつってんだろみたいなあ面白かったというわけでケバブシェフでございます、スチームでね、PC で販売中ということなんで、はい、皆さんも気になったらぜひ遊んでみてくださいよろしくお願いします、はい面白かったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますチャンネル登録してもらったらめっちゃ嬉しいですということで、それではまた次の動画でお会いしましょうさよならさよなら